さあ、真庭市のとある場所にやってきました。後ろには相合傘、そしてお隣には藤原さんと鈴木さんです。よろしくお願いします。藤原です、よろしくお願いします。藤原さん、ここどこですか？真庭市の吉というところです。吉、吉、はい、上りに吉縁起村とありますが、これはどういうことですか？吉のですね、めでたい地名が多いということなんで、吉縁起村という方の名前を付けさせていただきました。もともと吉地区にはめでたい地名がいっぱい近所にある。あるんです。ある、はい。ということで、やってきたのは真庭市南部の山あいにある吉地区というエリア。縁起がいい地名などが集まることから縁起村と名付けて町おこしをしているんです。何もないけどって書いてあったんですよね、自分たちで。吉地区の入り口にこういう看板が立ってるんですよね。はい、分かりやすいんです。ここに来たら、あ、吉の入り口だなと、真庭市へということなんですが、はい、さあ、めでたいお名前、まず一つ目がこれです。はい、あ、何と呼ぶんですか？総愛です。総愛です。総愛の総愛、はい、これもともとこういう名前なんですか？そうなんです。すごいですよね。これこっち行ったら総愛、総愛、総愛、ただ総愛、総愛、何ですか？だから僕とハートを書いて、あ、矢印で認めてますという。これもともとうちはめでたい名前じゃないって気づいてたんですか？カップルがおられて、はい、まあそうだよね、カップルが写真を撮ってたりとかだったんで、あ、よそから来た、そうそうそう、若いカップルが、そうそうそう、ほー、いや、若い方だけではございません。さあ、道渡りましょう。次もめでたいお名前なんですよ。そうなんですよね。ここに立ってる看板、まあ、これ普通、はい、ね、オイルのことね、はい、この字を読んでいただいた時に、はい、あ、お年寄りにもいい、あ、そうですね、若者にもいい、いいし、お年寄りもいいし、そういう地区なんですよっていうことでやってます。いずれにしてもめでたいお名前ということです。これだけじゃないんです。まだまだいっぱいあるんですよね。なぜこんな地名が集まったかはわからないそうなんですが、この村、縁起がいいのは地名だけじゃないんです。シーンとした雰囲気ですけど、ここはどこですか？ここはですね、八幡神社という特場所なんですけれども、この場所がまた、あの、亀山と言うさら、はい、になんとまた向かい向かいに鶴山という、これもすごいね、名前ばっかりですが、こちらお参りしていただいてご覧いただきたいのが、お願いします。はい、こちら行きましょう。どうぞ。ここの近く、なんという名前ですか？不当の木と、不当の木、のけぞるように。これ倒れそうなんですか？これ今つけたわけじゃないですよね。倒れそう、最近いつ頃からその状態で、何十年、ね、これ気づいたらこれ、気づいたらこういう状態で、はい、でも倒れない。すごい角度よ。そうよ、すごいんだから。受験生とかスポーツ選手とか、なんかご利益ありそうですよね。そうだと思います。ぜひ、まあ、お伺いしてちょっとお祓いをしていただくとかなり効果がない。ありがたい、パワーです、パワー。これで終わりじゃないんですよ。次はこの村一押しの縁起がいいフォトスポットがあります。ここもすごいけどね、倒れてない。藤原さん、次行く場所人気なんでしょう？そうなんです。女性に本当に受けて最高の場所ですね。ご案内させていただきます。どういうところが人気なんですか？これ見ていただくとですね、はい、作ったんじゃなくて自然にできてるんですね。これがどこにあるんですか？これがここ、真正面に見える、なんだろう、これ、そうなんです。すごいよこれ、斜めの人、これどういうの見えますか？いやいや、ハートでしょ。これ刈り込んだとかじゃなくて、刈り込んだのないし、いいよ、いいよ、いいですよ、手でうまく補強が取れて、勝手にこうなってくる。本当にめでたい村ですね。このハートの形を作っているのは自然に育った9本の杉やヒノキなんですよ。まさに幸運を呼ぶ村ですよね。これはすごい、若い人じゃなくても嬉しいですもんね。私たちも元気しますもんね、なんかね。いや、ありがとうございます。ハートです。綺麗。そして縁起村の立ち寄りどころでは、地域の皆さんが手作りしたグッズや特産品なども販売されています。ありがたい、ありがたい。この辺は何でしょうか？これは一番当初からなかったんで、手作りの何か記念になるのを作ろうということで、はい、吉野縁起村の、手作りの木札です。ちゃんと一応お払いしてもらって、はい、これペンもあるわけ？そうです、ボールペン、ボールペン。入っとるわ、吉縁起村って、はい、じゃあこれで勉強すると、そうです、これ持って、あ、これ持って行くと、受かると
ところに受かります。受かるところに受かります。うまいこと言われるわ。さすが石原さん。なるほど、はい、だって持ってるだけでちょっと幸せアピールですもんね。そう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 。なるほど。でこちら側はもう皆さんの手作りの石なんだけど、全部村の皆さんのなんかもなんですね。よし、最高じゃないですか。ぜひお越しください。本当にお待ちしております。縁起がよろしいです。ありがとうございます。いやー、まさか僕と奥富さんとのことがね、あんな地名になってるなんて思いませんでしたよ。スロー、いやいや、そうあい。あ、そっち、ごめんごめん。あの奥富さんごめんなさいね、本当いろんなね、こう感想の言い方あったと思うんですけど、まさかそこに着地するとは。なんか吉地区行ったからあんまり腹も立たない。穏やかな人になっております。さすがね、やっぱり演技授かってる人は違うわ。はい、私今平和な気持ち。すごいでしょ。すごい、知らなかった。若い方が写真撮りに行ってくれたり、あの、はい、木がびっくりしました。そうそうそう、自然なんですよ、剪定してないですもんね。あの木も倒れないってすごいですね。倒れない木もあるし、まあ、今の時期ね、はい、受験だとかそれから縁結びなんかにもちょっと縁起のいい村なので、はい、ぜひ銀しぶきを食べて元気をつけて縁起村を訪ねてみてください、はい、市町村今推しでした。